wanna play? ホラーバーサクリファイスです。今回紹介する作品はこちら、ゾンビ大陸アフリカ、2010年のイギリス映画です。現代はザ・デッド。さすがにこの題名では何のことかわからないので、まあなんとなくバカっぽいタイトルではあるんですけど、まあゾンビ大陸アフリカンの方が見る前に一つハードルを超えた感じになります。始まりのあらすじを紹介すると、アフリカ大陸でゾンビが大発生する。駐留していたアメリカ軍は米軍機でアフリカを脱出するが、機内で死亡した兵士がゾンビ化して大混乱。おしまいだ。飛行機は墜落してしまった。なんとか助かった数名の兵士だが、そこへゾンビが寄ってくる。一方その頃、アフリカ軍のデンベレは自分の村に帰ると村は壊滅状態。息子は軍に保護され無事だという話を聞いた。そしてなんとか生き残ったアメリカ兵のエンジニアマーフィーは放置されたトラックを修理して出発。途中悪路でトラックは止まってしまい、ゾンビが近づく。なんて言ってる。アメリカ人か。そうだ。この映画の監督のハワード・ジェイ・フォードとジョン・フォードは1979年に公開されたジョージ・ロメロのゾンビが大好きで、あんな作品を作りたいって作った映画なので、昔ながらのノロノロ系のゾンビ映画になってます。初見の感想は機動戦士ガンダムの第 08MS 正体。主軸はアムロ・レイが主役の機動戦士ガンダムが元にあって、一方その頃こっちの土地ではみたいな感じの何かのサイドストーリー的な話だから、ジョージ・ロメロのゾンビの一方その頃みたいな話ではないんですけど、うん、なんかのゾンビ映画の一方その頃アフリカでは的な内容なので、うん、ゾンビがなぜ発生したのかとか、もう頭を打てば死ぬとか、もうその辺あんたたち知ってるでしょうみたいな感じで説明はありません。まあよく言えば話は単純、まあ、米軍のマーフィーはアフリカから脱出するために空港に行きたい、アフリカ軍のデンベレは息子を探したいから2人で車で移動するっていうお話。最近のゾンビ映画はもうゾンビが素早いから、もうゾンビが出てきた時点でもう銃撃戦のもうアクションアクションなんですけど、この映画のゾンビはノロノロ系なので、しかもこう広い土地なので冷静に対処すれば逃げられるっていう感じ。もうアクションを期待している人にとってはもうね、静かすぎてつまんないかもです。確かに昔ながらのノロノロ系が好きな僕でも、うん、かったるいシーンは多かったです。てかあのね、上映時間が110分でホラー映画としてはちょっと長め。
だからかったるい箇所を切ればもう25分くらいは短くできたんじゃないかなっていう感じもします。で、この映画の見どころはやっぱり夜のシーン、まあ、ゾンビがみんな黒人さんなんで、まあ、夜は見えない。昼間は逆に荒野に黒いのが立ってるんで見つけやすいんですけど、まあ夜はやばい。のにその兵士の2人は外で焚き火をしながら雑魚寝するっていうシーンは見ててツッコミを入れながらもハラハラします。息子は？妻と娘がいる。この事態で連絡が取れない。ダニエル！今回はゾンビ大陸アフリカン。ゾンビのアクション映画として見るよりロードムービーとして見ると結構面白い映画だと思います。それでは今日はこの辺で、また追って報告する。